よりによってまたクゼとはな。ああ、奴ももうなりふり構っていられないらしい。厄介な相手だ。橘はそんな奴に監禁されてんのか。相手が誰だろうが関係ねえ。今橘を助けられるのは俺たちだけだ。やっぱりおめえは分かりやすくていいな。よし、やってやろうぜ、キリュウ。牧村誠はずっと橘のことを探してたのか。ああ、蒼天堀で兄のことを探し回ってたらしい。あいつ、なるほどな。立花もそのことは知ってる。ああ、知ってる。そうか。俺にも妹がいるからな。立花のことは人事じゃねえ。俺が立花なら命張って妹を守ろうとする。錦だからよ、あの兄弟絶対会わせてやろうぜ。クレッシェンドビル、この中に橘がいるんだな。ああ、このビルの地下室らしい。キリュウ、一度入ったらもう後戻りできねえぞ。準備はいいか。ああ、行こう。じゃあ次、六本目行こうか。ああ、七本目もまとめていっちまった。指先は神経が集中して痛みを与えるのに最適です。まあな。手の指と合わせて残りたったの8本、全部潰れるまでに私の口割れますか。舐めやがって。いい加減飽きやおら。牧村誠はどこだっつってんだ。私に泣き入れてないで、ちゃんと仕事しないと。渋沢さんに怒られちゃいますよ。あなたも後がないんでしょう、クゼさん。この野郎、殺しちまったら何も聞き出せねえだろうが、てめえを殴るしか能がねえのか。お、あと少しで口はありますよ、こいつは。まだわかんねえのか。拷問が通じる男じゃねえよ。いい加減他の手考えろよ。はっ、そんなもん俺ができるわけないでしょ。ああ、俺はね、兄貴、人間殴んのがたまんねえから極道やってんです。兄貴だってそうでしょ。極道に頭使えなんて、いつからそんなぬるくなっちまったんですか。そんなんだから何度も下手打つんでしょうが。誰に向かって口聞いてんだ。てめえを見てて思い出したよ。俺はな、自分より強いと思われる奴を殴るためにずっと極道を張ってきたんだ。てめえみたいな三下と一緒にするな。ちょっと何する気ですか。情報を引き出す前にこいつがバカに殺されたとあっちゃ、この俺がいい悪いもんだ。
笑ってんのか。おい、何見てんだ俺。そうかい、なるようになっちまうもんだな。くぜえ。キリュウ、立花、すまね、遅くなった。謝ることありませんよ、キリュウさん。おい立花、よせ、妹がすぐそこまで来てるんだ。ずっと会いたかったんだろう。今連れてきてやる。錦頼む、誠をここに。わかった。もう間に合いません。立花、キリウス
ラオグエよ。あやつってのはドージマ総兵です。なんだと。クゼが言ってました。すべての人はドージマが引いています。クガザマさんを排除するためにあなたに殺しの濡れ衣を。おい立花、なんでこんなことに。こんな立花、お前の妹は必ず俺が守る。約束する。絶対に守るからな。取り残らず叩き潰す。それが俺の覚悟だ。小僧がとうとう化けやがった。本物の極道に。キリュウ、お兄ちゃん、お兄ちゃんは？お兄ちゃん、どこ？
お兄ちゃん。牧村誠の行方はただ一人の味方だったリーの死とともに消え去った。真島は佐川、西谷といった誠を狙う勢力とともに彼女を連れ去った白いスーツの男を追う。間もなく浮かび上がってきたのはかつて真島もその一員だった登場会の影。彼らはすでに神室町の不動産屋を使い密かに誠を神室町へ立たせていたのだった。彼女を追うため蒼天堀という檻を出ることを許された真島はかつて自分が極道として生きた神室町を目指す。ただし真島に課せられているのは今なお牧村誠の殺害に他ならない異性はどこ行ったんだぐらい。え？ほら立てや。立てっつってんだろが！助けて、殺される。何見てんだ。いいえ、何でもないですわ。ちょっと。この野郎。ふざけた真似してんじゃねえぞくれ！立てつってんだろ。収穫あったか、真島ちゃん。ただ街歩き回ったとこでどうにもならんわ。立花不動産の田の字もない。そりゃそうだよ。だってお前本気で探してやしねえんだもんな。もう女を見つけて殺すしかお前には生きる道はねえ。そいつは納得づくなはずだろう。蒼天堀から牧村誠が消えてもう丸一日だ。早いとこ立花不動産から取り戻さねえと完全に見失っちまうぞ。そうなりゃお前はもう終わりだ。そこんとこ分かってんのか。なあ。だったらもっとやる気出しても良さそうなもんじゃない。俺だってこんな狭いとこに缶詰になって我慢してんだ。近江の人間が神室町で幅利かしてたらことなんでね、お前に動いてもらうしかねえんだよ。せやったら島野の親父にも手借りたらええやないか。正直に女に逃げられた言うてな。
ダメだ、島野には言えねえ。女は俺とお前だけで片付けんだ。ふん、勘違いすんなよ。俺は島野を怖がってるわけじゃねえ。こいつはちょっとした政治の話でね、近江連合の人間としちゃこの件で島野に弱みを見せるわけにはいかねえんだ。どういうこっちゃ。牧村誠の一件は近江連合の上層部と島野の共同作戦なんだよ。近江連合には島野から殻の一つぼを100億で買い取る用意がある。なんやと。近江連合の狙いはズバリ神室町そのものだ。殻の一つぼは神室町再開発計画の鍵を握っているからな。そいつを近江が抑えちまえば再開発に絡む東上界の島を一気に奪える。そうなりゃ近江は山ほど兵隊を神室町に送り込めるんだよ。東上界が抵抗する間もなくな。100億ぐらいはすぐに回収できる。そしたら親父は東上界を裏切るつもりか。あの人はそれを承知で近江に殻の一つも売るっちゅうんか。うん、そう。島野は東京に進出してきた近江の兵隊を後ろ盾にして東上界を取るって腹なんだよ。近江の東京進出を許す見返りに兄弟は東上界のトップになれる。その時島野と近江連合は神室町の取り分を話し合うことになる。だから俺が今島野に弱みを見せたらそこにつけ込まれちまうってわけ。もっとも女殺す役にお前を指名したのは島野だ。女に逃げられた責任はあいつにもあると思うけど。ちょ待てや、親父の狙いが土地やったらなんで牧村誠を殺さなあかんねん。所有者やったとこで土地が手に入るわけないやろ。それについちゃ島野に何か考えがあるらしい。どういうからくりになってんのかあいつは任せろとしか言わねえ。けど近江連合の上はそれで承知した。実際大したやつだよ島野ってな。せやったらあんたへの見返りはないや。この件であんたにも得はあるんや。ふん、神室町の支配者の座さ、近江連合側のね。あんた島野の親父から何も聞かされとらん言うてなかったか。ずいぶん話がちゃうやねんか。お前に知らせる必要はねえと思ってただけだ。今は事情が変わったろ。そろそろ休憩は終わりにしろよ真島ちゃん。結局橘不動産と女を見つけねえと話にならねえ。とりあえず探す当てがねえならチャンピオン街に行ってみろ。そこに何かあるんか。最近まで橘不動産の人間が出入りしてたってよ。ちょっと古い情報らしいがな。何あんた。この辺に橘不動産の人間が出入りしとるって聞いたんやけどな。ちいと話聞かせてくれんか。あんたもどこかの組の人。いやそんなんちゃう。ふーん、まあいいや。
ここ何日かは立花さんとこの人は来てないよ。来るのは地上げのヤクザだけ。俺らも立花不動産の人たち探してるくらいでね。でもなんかヤバいことになってるみたい。ヤバいこと？堂島組に追われてるってさ。俺も詳しくは知らないけど。そうか、おおきにな。やっぱりあんただったんだな、真島さん。お前ら、島の組の？町の門からあんたを見たって知らせがあってな。今頃蒼天堀でのたれ死んでんのかと思ってたがよ。組から消されたあんたがカムロ町で何してる？ちょっと話聞かせろや。事務所まで面かせ。いや、悪いけど急いどるんや。また次顔出させてもらいますわ。つれねえこと言うなよ。それにあんた、自由に街を歩いてていい身分じゃねえだろ。親父から許しが出たなんて話は聞いてねえぞ。何黙ってんだよ俺。下っ端がエラなったもんやな。いつから俺に備え口叩けるようになったんや。決まってんだろうが、あんたが組に逆らった時からだよ。相変わらずですね、真島さん。うん、若い者のご無礼をお許しください。このお詫びにお連れしたいところがあります。こいつらにも言うたんやけどな、俺は今急ぎの用がある。島野の親父があなたをお呼びです。なんやと？それより大事な用があるということでしたら遠慮しますが、そんなもんあるわけないですよね。